レオライナーの試作者撮影レオライナーは、ドイツの鉄道車両メーカーである、ハイターブリックが展開する、路面電車路線向け部分超低床電車ブランド。2019年の時点で、ライプツヒシデンとハルバーシタットシデンに導入されている。レオライナーの名前の由来となった、ライプツヒの市場1990年のドイツ、再統一以降、旧東ドイツのライプツヒを走るライプツヒシデンでは、 1970年代以降導入されたチェコスロバキア KD タトラ製のタトラカーの置き換えが課題となっていた。東ドイツ時代の国史の結果大半の車両の老朽化が進行しており、車令自体も最大31年に達していたが、近代加工時を行った車両を除く在籍数は1996年の時点で489両に達しており、 これだけの車両を一気に置き換える超低床電車を大量導入するだけの資金調達は不可能であった。一方、同様の課題は民主化後の東側諸国各地の路面電車も抱えており、低価格で購入できる新型車両が求められていた。そこに正規を見出したライプツヒ市電を運営する民間企業であるライプツヒ運輸有限会社は1999年に 自社のハイターブリック中央工場を用いて新型の路面電車を製造するプロジェクトを立ち上げた。2003年に中央工場は LVBE の子会社であるライプツヒ車両サービス企業有限会社として独立し、同年から2004年にかけて連接車、ボギー車の2種類の試作車両を製造した。これらの車両に付けられたレオライナーという愛称は ライプツヒのシシに描かれた指示が由来となっている。既存の技術や設備で製造することをコンセプトに、開発が行われた型運転台の2車体連接車。車体の長さは前後で異なり、運転台や終電装置が設置された先頭車体の方が全長が短い。台車は編成前後に設置された動力台車、後部車体に設置された付随台車ともに、 従来の路面電車と同様の車軸を用いた構造を採用しており、メンテナンスの簡素化が実現している。車内は動力台車付近を除き全体の60%が低床構造で、運転台部分には空調装置が搭載されている。片運転台式のため、乗降扉は側面片側にのみ設置されている。計画当初は、 タトラカーの部品を用いることも考えられていたが、実際にはすべての部品が申請されている。ただし、動力台車については、タトラカー用の台車をもとに設計が行われている。試作車最初に製造された試作車は2003年9月に一般公開が行われ、同年12月から営業運転を開始し、翌2004年には2両目の試作車が製造された。 以降は1301プラス1302で編成を組み、定期運用に使われるのと同時に、各種試験が実施され、制動装置の不具合をはじめとする指摘は量産車の設計に生かされた。2019年の時点で1301は単独で、定期運用に使用されている一方、1302は2016年から2017年にかけて、新人運転家向けの教習車へ改造されている。 量産車1301.13で2位の試験結果を受け、2004年からライプツィヒシデン向けのレオライナーの量産が始まった。連結機カバーの新設を含め試作車から全面形状が変更されたほか、停留所のプラットフォームとの接触を防ぐため、車体下部の幅を 2200mm と狭くした。また当初の車両について、乗降扉の開閉速度が遅いという苦情が、 相次いだことから1311以降は開閉速度の調整を行った乗降扉への変更が実施された。2005年から営業運転を開始し2008年までに30編成が導入され、さらに2009年から2011年には方向幕の改良を実施した18編成が増備された。これらの量産者の各編成には ライプツヒの地名にちなんだ愛称が付けられている。2019年現在、ライプツヒ市電の各系統で単独もしくは2編成の連結運転が実施されているほか、90%低床車体の NB4 型付随車を牽引する運用も存在する。試作車も含め、これらライプツヒ市電向けの車両は、NGTW6L 型に加えて、 NGT6 型や37型という形式名でも呼ばれており、試作車が 37K、1次量産車が 37A 型、2次量産車が37ビット型と区別される。旧東ドイツのハルバーシュタットを走るハルバーシュタット市電には、ドイツ最統一以降従来の二軸車を機械のため、シュトゥットガルトやフライブルク、ノルトハウゼンで使用されていた、 GT4 型電車の譲渡を受けたが、2000年の時点での車例は30年以上であり、老朽化が進んでいたほか、全車とも高い床式で乗降に難があった。そこで、コストや車両デザインなど様々な条件に合致した、レオライナーを導入することを決定した。ライプチヒシデン向け車両と異なり、後部車体の乗降扉は、中央部の一箇所のみである。 2006年10月14日に最初の車両が一般公開され12月から営業運転を開始し、翌2007年までにご編成が導入された。これにより、シュトゥットガルドから譲渡された型運転台式の GT4 型が胴体保存用の一編成を除いて廃車され、市電のバリアフリー化に大きく貢献した。導入に際して、ザクセンワン・ハルト州が、 購入費用の75%を負担しているほか、全車両にハルバーシュタット大聖堂の資祭にちなんだ名称が付けられている。2003年に一両が試作されたボギー車タイプのレオライナー。車体中央部が低床構造となっており、低床部分の面積は車内全体の25%である。全部品を心臓で賄った連設車と異なり、ライプツヒシデンが所有していた。 t4d 型の台枠や屋根、台車を流用している。当初はポーランドシュチェチン市電への導入が計画され、ライプツヒフ市電の線路を用いた試運転が実施されたが、後にシュチェチン市電への導入計画は破棄され、ライプツヒフ市電での旅客輸送も許可されず、2004年以降は事業用車両として使用された。その後2008年、従来のレール作成者が、 重量型により、レールを破損させる事例が相次いだため、NFTW4 型を新たなレール作成者に改造することが決定した。翌2009年以降は同様の改造が施された T4D 型と共に、保線作業に用いられている。砥石を用いて、レール頭部を削る、グラインダ式を採用しており、騒音や粉塵を抑制するため作成時に巻く水を溜める。 水タンクが設置されている。ありがとうございます。